称どうものりごとです。買ってきましたユニクロとホワイトマウンテンイヤリングの初コラボ、言えてたかな、まあいいね。メンズサイズで4製品出たんですけれども、その中で、お気に入り登録1位2位3位のもの3製品買ってきました。早速ちょっと見ていきたいと思いますけれども、まず一番ちょうど欲しかったのがウルトラライトダウン、3色展開の、ブラックと、オリーブかな、ちょっと濃いめのオリーブに、ブラウンの中で黒を買ってみました。ブラックを買ってみました。178センチの70キロぐらいで L サイズです。収納可能なスタッフサック付きで、ダウンとフェザーが、中綿はダウン 90% のフェザー 10%、 価格が7990円8000円です。本日10月15日で発売日の、朝オープン当初にすぐ行ってきたんですけれども、もうすでにやっぱりいろんな人が見に来ていて人気の高さが伺えたんですが、袖もないんで、袖じゃないわ、襟もないんで、冬場なんかはミドラーとして中にも着れるということで使いやすい1枚だと思います。ちょっと一回こっちに入れてみますか。もうちょっときつく収納できそう、このスタッフタックが小さかったら。黒のウルトラライトダウン、これももう着るのを選ばない、何でも気軽に着れて結構いい感じかな。冬場はインナーじゃなくてミドラーとしても着れるので、ポケットは4つですかね。胸元にチャックのポケットが2つと、ここに2つ。そしてフリースのオーバーサイズジャケット。これはカラーが2色かな。黒と、オリーブで、僕は黒を買ってみたんですが、同じくサイズは L サイズ。178センチの70キロで L サイズ。価格は4990円。デザイン的にちょっと MA1 を落とし込んだような、フリースに MA1 を落とし込んだようなデザインで、スタジャンっぽさもあって、フルジップのフリース、上から羽織って簡単に着やすいフリースだなと思いますが、この上から簡単に羽織るだけでも結構気軽に合わせられて着やすい1枚なんじゃないかなと。で、胸元に1個ポケットがあって、大きめのポケットが2つ。そして最後にプルオーバー、フリースのプルオーバー、これが一番安いのかな、2990円。ホワイトとこのブラウンとブラックとネイビーの4色だと思ったんですが、で、ブラウンを買ってみました。ベージュかな、ベージュを買ってみました。サイズは同じく L サイズ、すべて L サイズ。襟部分はリップストップナイロンを使っていて、アウトドア要素を打ち出してると思うんですが、こんな感じにアウトドア感の強いフリース、ポケットが2つ。ざっくりと着れる感じの、この服キッズサイズも用意されてるんで、親子で、リンクコーデなんかもできるということですけど、の3点を購入してみました。この冬、まだ今ちょっと暑いので今はまだ着れませんけれども、もう少し寒くなってきてから活躍してくれるのかなと、この冬に活躍してくれるのかなと思います。ということで今回はユニクロとホワイトマウンテンイヤリングの初コラボということで、3点ね、僕も買ってみたので、購入したものの紹介でした。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。